甲府市にあるクラブ事務所にラサ中央公園にあるクラブハウスバンフォーレ甲府は日本の甲府市、ニ崎市を中心とする山梨県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブである。名前の由来となった風林火山の旗1999年に J リーグへ加盟。チーム名はフランス語のバンとフォーレを合わせた造語で、 戦国時代の武将の武田信玄の旗印である風林火山に基づいている。また、母体企業を持つ J リーグクラブがある一方で、バンホーレは特定の母体企業を持たず、地元山梨の会社などの小口スポンサーの支援を受けている。ホームタウンは J リーグ加盟時は甲府市、韮崎市を中心とする30市町村であったが、2005年7月より甲府市、 ニラサキ市を中心とする山梨県全県となった。オフィシャルショップは、甲府中央商店街、カスガモールの一角に、街中バンホーレプラザがあり、ホームゲームのチケット販売や、クラブサポーター入会受付、グッズ販売も行っている。また、岡島百貨店6階にもグッズ販売を置いている、コーナーがある。ホームスタジアムは、ジットリサイクルインクスタジアムである。 練習場についてはバイフォーレ甲府の練習場を参照のこと。マスコットは、貝の剣をモチーフにした番ン君、フォーレちゃんである。アンセムは2014年まで、チーム独自のものは存在せず、入場時は、J リーグ公式アンセムを使用している。2015年より、地元山梨出身で、元レミオロメンのボーカルであった、藤巻良太製作のアンセムを使用することが、決定している。 1965年に鶴城クラブを拡大化した甲府サッカークラブが前進。1972年より JSL2 部。1992年よりジャパンフットボールリーグに参入。1995年にバンフォーレ甲府にチーム名を変更した。1997年2月に運営法人となるバンフォーレ山梨スポーツクラブを設立。 1998年に J リーグ加盟が承認され、1999年からの J リーグディビジョンに参加が決まった。ライセンスの問題から、それまで指揮を取っていた塚田裕二に代わり、勝又進が監督に就任した。リーグ戦は開幕10試合未勝利などを喫し、最下位の成績、また人権費抑制など経費削減に努めたものの、 ユニフォームスポンサーがゼロに陥るなど、広告収入が激減、さらに関心の薄さや低迷するチームが影響し、観客の伸び悩みにより3年連続の単年度赤字に陥った。S 級指導者ライセンスを取得した塚田が監督に復帰。リーグ戦は2年連続最下位に終わり、第4節の仙台戦の勝利を最後に、第33節の新潟戦に勝利するまで6。 連敗と19連敗を含む26試合未勝利を記録した。また、入場者数は、浦和戦を除き3000人を超えた試合が、開幕戦のみであり、1000人を割る試合が5試合あった。登録選手は24人でうち6人が、アマチュア契約、さらにプロ契約での途中対岸者が発生し選手が不足したことから、フィジカルトレーナーだった、鶴田道弘と、急遽、 プロ契約を結びやりくりせざるを得ない状況であった。前年度シーズン終了直前に経営危機問題が発覚し、チームの存続が危ぶまれることとなる。存続運動などの結果条件付けで2001年の参戦が決まり、上永吉秀文が強化部長に就任すると、ブラジルの SE パルメイラスと提携を結び、監督のルイス・ドス・ヘイス・ゴンサルベス及び5人の ブラジル人選手の無償提供を受ける。ヘイスをはじめブラジル人選手の来日が大幅に遅れるなど足並みが揃わないまま開幕を迎え、J1 昇格目前の仙台にホームで勝利するなどしたが3年連続再開の成績。また、98失点は J リーグ最多失点記録となった。経営面は3つの存続条件をすべて達成するとともに、 J3 入3年目にして、初めて単年度黒字を計上し、翌年度以降のチームの存続が決定した。なお、この年をもって、幸福クラブ時代から在籍し、公務員 J リーガーとしてプレーしていた石原大輔が引退。翌年以降は、全選手がプロ契約のみとなる。パルメーラスとの提携を解除し、清水エスパルスと提携を結んだ。また、監督に、 大木武氏が就任。藤田健、倉抜はじめけ氏、石原克也、水越淳の活躍もあり12チーム中7位に入った。また、9月21日の新大阪戦において、チーム初となる、小瀬競技場で満員を記録した。また、イリュージョニストのプリンセス天皇が、スポンサーとなり、背中部分に、プリンセス天皇の文字が入った。個人が、 J リーグのユニフォームスポンサーになるのは、中田秀俊や藤原の理科の例があるが、天皇は、ホームゲームでイリュージョンを行ったり、甲府のユニフォームを着て、テレビ番組に出演するなど甲府を支援。天皇とは2003年まで、スポンサー契約が続いた。大木が監督を退任し、東京部元監督の松永秀樹が、公認の監督に就任。松永は、 昨シーズンのプレイスタイルを継承。倉抜きはじめたけし、石原か也、水越に、横浜 FM などでプレイした外池大介を加えた、中盤は安定し、さらに6月には、元日本代表の小倉隆が加入すると、藤田、またはこの年湘南から移籍した須藤大介による、ツートップで、チーム力は向上。結果として、J23 入5発となる。 シーズン勝ち越し及び全チームからの勝利を獲得するなど最終節で福岡に抜かれたものの5位に入った。松永大成2年目。外池が広島へ移籍した一方、6年ぶりにバロンが復帰。小倉、または山崎幸太郎との2トップが機能し、開幕から得点を量産。一時は2位になるなど、チーム状況は良好で、前期は3位で折り返す。 7月31日にバロンが退団したものの第3クールまでは昇格争いに踏みとどまったが藤田と石原が怪我により長期離脱するとチームは失速。第4クールは2勝しかできずに7位でシーズンを終了した。大木が監督に復帰。大宮から移籍した FW バレーがこのシーズン J2 得点ランク2位の21得点を挙げる活躍。 J1 への自動昇格となる2位以上こそならなかったものの仙台をかわして3位でシーズンを終えた。J1J に入れ替え戦で柏に連勝して J1 昇格が決まった。大木体制2年目。昇格者年度は限られた予算の中、元日本代表の林健太郎や JFL、ベストイレブンのウルの順6年ぶりにチームへ復帰した堀井だけなり、 札幌などでプレーしたビジュなどを獲得した。J1 初戦は清水に敗れたが J2 で通用した走るサッカーが機能し始めた3戦目の川崎戦で J1 初勝利を挙げるとバレエや途中加入の茂原武人らの活躍で横浜 FM や鹿島、陣大阪などに勝利したが18チーム中15位の成績。なお7位の名古屋との勝ち点差は6であった。 大木体制3年目。バレーが、G 大阪へ、倉抜き始めた景子が京都へ、アライールが、ベラのポリスイククへ移籍した一方、ブラジルコリジーバ FC から FW アルベルトと、FC 東京から DEF 増島達也をそれぞれ期限付き移籍で獲得した。大木が、新たに取り入れた、先日クローズがうまく機能せず、開幕4連敗を喫し4月は3連勝などで、 残留争いから脱出したが、5月頃から再び連敗を重ね、第16節においては、ジャッジに不満を持ったモバラ学人と試合に出場していなかった、林健太郎がトラブルを起こし出場停止を受けた。シーズン後半に、羽地都市明とラドン父の両 FW を獲得し、ナビスコハイ特王になった須藤と共に後半戦の巻き返しを図ったが、 第33節で柏に力値で敗れて、J2 降格が決定した。シーズン終了後に、大木監督が退任した。ヘッドコーチの安間隆義が監督に就任。茂原武人、ゾ島達也、須藤大輔などがそれぞれ移籍した一方で、補強面では、ジョジマール、三オアが復帰し、前田正文を、レンタル移籍で獲得した。リーグ戦は、 開幕から5戦未勝利を喫するなど、前半戦21試合を終えて、わずか5勝で11位に低迷。7月にサーレスとマラニョンの2人の、ブラジル人 FW を期限付きで獲得。急成長した、大西洋平と共に活躍したが、上位チームに勝てないという勝負弱さは最後まで改善されず、最終順位は7位。なお、10月に、元宮監督の佐久間が、 ゼネラルマネージャーに就任した。アンマ体制2年目。主力 FW 陣を大量放出し、代わりにマラニョンの完全遺跡へ行こうと、禁止にイ森田博士の各 FW を獲得。守備陣は GK オギコータ、DF、ダニエルの2人をレンタル遺跡で獲得した。リーグ戦は第1クールを4位で折り返し、6月に寄付からかたぎり厚しいたりを、 さらに広島に在籍し9得点を挙げたがウボンの両 FW を完全移籍で獲得した。リーグ戦は最終的に湘南と3位を争ったが直接対決で敗れ湘南と勝ち点1その4位でシーズンを終了した。この年伸び悩んでいる若手の人材を育成するため山梨学院大学と提携を結び選手間の相互交流を行うことになった。 アンマ監督が退任し、前年にヘッドコーチをしていた内田和夫が監督に就任。林健太郎と GK、安倍健作が引退、森田博士と長年チームに在籍した杉山真が退団した一方、横浜 FM からハーフナーマイク、元京都のパウリーニョを完全遺跡で獲得した。開幕直前に戦術を急遽変更したことから、最初の四戦は一勝一分二敗であったが、 その後攻撃陣が機能するようになり、第13節で2位に浮上するとそのまま順位を維持。第34節の栃木 SC 戦に勝利し、4年ぶりの J1 復帰を決めた。J2 シーズンは前回昇格した2005年より上の2位の成績を収めた。また、ハーフナーが20得点を挙げ、チーム初となる J2 得点王を獲得した。 J1 での戦い方の経験不足など、総合的な理由で、内田監督との契約を打ち切り、守備強化を目的に、三浦俊也が大木以来の外部将兵となる監督に就任。藤田健、秋元林子、マラニョンなどが対談した一方、清水から共に、元日本代表の MF、伊藤テルエツと DF、市川大輔のなどのベテラン選手を中心に、獲得した。 しかしもともと攻撃的なパスサッカー中心の甲府に、あって、三浦の取った、ゾーンディフェンスからなる守備重視の戦術は全く、機能せず、連敗と大量失点を重ね、7月に、三浦を解任。GM の佐久間が、公認の監督に就任。ハーフナーマイク、パウリーニョ、片桐淳イカる、伊沢淳志らを中心にチームを立て直し、7月には、元札幌のダブイ。 元岩田の金鎮計を獲得。ハーフナーが得点を量産したものの、最終節で大宮に敗れて降格が決定した。シーズン終了後、ハーフナーには、藤田健秋元林光らの放出や三浦前監督の昇兵といったチーム作りの方針を批判され、佐久間は補強した選手の質に問題があったと述べた。なお、ハーフナーが8月に、 クラブ初となる日本代表へ選出され、10月11日の2014、FIFA ワールドカップアジア3次予選、タジキスタン戦で2得点を挙げて、クラブ初の A 代表戦での得点者となった。佐久間が GM に戻り、元 FC 東京監督の上福博志が監督に就任。ハーフナーマイク、パウリーニョ、ダニエル、市川大輔ら主力選手が対談した一方で、 FW 高崎博之、DF 森田豪平 DF 福田健介らが加入した。14年目にして初めて開幕戦に勝利すると昨季シーズン途中に加入しながらも無得点に終わったダビが開幕戦から得点を量産。途中、ダビへのマークが厳しくなったことで一時は8位に交代したが次第に上福が取り入れたムービングフットボールが機能し始め シーズン途中に、元、G 大阪や清水のフェルナンジーニョが加入するとチームは、再び調子を取り戻し、第26節ホーム東京 V 戦に勝利し、チーム史上初の首位に躍り出る。その後一度も、首位の座を明け渡さず、第38節湘南戦に引き分けたことで3度目の、J1 昇格を、さらに第39節福岡戦に3-2で勝利し、J2 優勝を決めた。 バンホーレ甲府としては、もちろん、甲府クラブ時代を含め、全国規模のリーグ戦で優勝したのは初めてである。第18節ホーム千葉戦で敗れた後、第19節アウェイ水戦での勝利から、最終節アウェイ京都戦まで、J2 記録となる24戦無敗でシーズンを終えた。上腹体制2年目。W、フェルナンジーニョ、高崎博行、A 里元気。 片桐厚しいるらが対談した一方、日本人選手は土屋育夫と青山直明、水野明治を完全遺跡獲得、またハブ直方と平本和樹をレンタルで獲得した。一方で外国人補強は決定的な力を持った外国人ストライカーの獲得については現時点では至らなかったという通りでニ位、ウーゴといった未知数の選手と契約したが、レニーは 開幕前、昨年から唯一残った、ドーグラスは4月、ウーゴも7月までに契約解除となった。さらにルニーに代わり3月に獲得した、元パラグアイ代表のオルティゴサもチームの方針と合わず、集団期間中の6月に解除と外国人が次々と入れ替わり、集団期間中に方針の定まらないチーム状況に対し、GM が現場に説明する事態になった。 シーズン途中から J リーグの経験のある外国人選手の獲得に転換し、5月に元岩田のマルキーニョスパラナ、7月に元岩田のジューシーニョを獲得、また川崎からパトリックをレンタル移籍させた。開幕から第10節まで3勝5分2敗で推移していたが、上日の外国人の旅重なる入れ替えや、極度の得点力不足により、第11節清水戦の敗戦以降、 コンフェデレーションズカップによる中断を挟んで8、連敗を喫し、第18節終了時には降格圏の16位まで連絡する。しかし、第19節以降は、パトリック、ジューシーニョの加入と、新たに採用した山本、佐々木、青山による3バックシステムにより守備が安定したことによって5勝8分3敗と、持ち直し、最終的に十六位の湘南と勝ち点十二差の十五位で、 シーズンを終了2006年以来の J1 残留を果たした。ナビスコ杯は予選リーグで敗退。天皇杯は準々決勝で広島に PK 戦で敗れチーム記録体のベスト8となった。上腹体制3年目。柏吉文が広島へ、伊藤テルエツが長野演席。またパトリックが対談し、平本和樹、羽生直方。 川田明平とのレンタル契約を終了した。新戦力として安倍昌平、クリスティアーノを獲得し、シーズン中に安倍拓場とキリノを補強した。開幕前のキャンプ中に山梨県全体を平成26年号説が襲い、県内の練習場が使えなくなった上開幕戦を国立競技場に振り返ざるを得なくなるなど苦しい状況から始まる。それでも、 県主と FW として再契約された森田豪平の活躍などによりブラジル W 杯前は残留圏内に位置していたが戦術の合雪や商標権問題の解決による支払い金の影響により W 杯期間中の中断ではキャンプを短縮せざるを得なくなり再開後第15節から第22節まで8戦未勝利と降格圏まで陥落しかし9月に入り 第23節の突戦で9試合ぶりの勝利を上げると、第29節まで2勝3分2敗と持ち直し、第30節の川崎戦に勝利し、広格圏から脱出すると続けて、新大阪と広島にも勝利。他の残留争いのチームが伸び悩んだこともあり、第32節終了時点で J1 残留が決定し、最終順位は過去最高の13位。 ナビスコ杯は参照したものの予選リーグで敗退。天皇杯はベスト16で J2 の北九州に2年連続で PK 戦で敗退。チーム初となる J1 連続3シーズン目。前年をもって上福が退任。樋口康潮が新監督に就任した。クリスティアーノが柏レイソルにレンタル移籍したのをはじめ、佐々木賞、水野明樹。 青山直明が遺跡。キリノやマルキーニョス・パラナも退団するなど主力が大幅に入れ替わる形となった。新戦力として、玄徳島のアドリアーノや元浦は長崎の野田博士を獲得し、さらに昨年は GU 大阪に戻っていた川田明平,平を完全遺跡で獲得した。ところがシーズン前にジバウが開幕直後にエンリケも退団した。 また、樋口監督による新しい戦術は機能せず、開幕から不振に陥り、第11節終了時点で2勝9敗、さらに得点だけでなく、失点までリーグ再開に陥ったことから5月13日に、樋口監督が辞任した。代わりに、GM の佐久間が監督に就任、4月には、マルキーニョス・パラナを再獲得し、5月にはバレーが9年ぶりに、復帰。アドリアーノ、 のだが、シーズン途中に対談したが先日を昨年まで、上福が取り入れたものに戻したことでその後は4勝2分と、降格権を脱出し、ファーストステージを12位で折り返した。セカンドステージも降格権に落ちることなく14位、総合順位は13位となり3年連続の J1 残留を決めた。ナビスコ杯は未勝利のまま予選敗退、天皇杯は、 ベスト16で柏に敗れている。前年シーズン終了後に、佐久間の退任が報じられたが留任となり、佐久間体制2年目。また佐久間は監督、GM に加えて、副社長に就任したことで三色兼任となった。安倍昌平、安倍拓馬、小木孝太ら主力組や堀米祐樹、伊藤淳也、下田北虎若手外籍。バレー。 マルキーニョスパーラナもチームを去るなど対談者が相次ぐことになる。柏からクリスティアーノが復帰。その他元鹿島のジュートン、元豪州代表のビリー・セレスキー、ニューソン、チュカ、田中スケマサや黒木清人らたチームの主力を獲得した。開幕戦に勝利して初めて J1 主位に立ったものの、相次ぐ選手の負傷によりその後の順位は低迷。 6月に今季から復帰したクリスティアーノが、フルスカシュアへ完全移籍してしまい、ファーストステージは降格圏内の17位に終わった。セカンドステージ開幕前に元橋はノルドを補強、さらにマルキーニョス・パラナが3度目、ダビが2度目の復帰を果たした。この補強に伴い外国人枠の関係で、ニューソン、ジュカが契約解除になった。残留は最終節まで持ち越され、 セカンドステージは13位、年間順位14位で残留が決定した。ただし年間勝ち点31は残留した年で過去、最低、年間7勝は2007年の降格時に並ぶ、J1 在籍最低勝利数、得点数は32と、リーグワースト3位、失点は58と前年比15も増加し、リーグワーストに位体となった。ナビスコハイは4年連続予選リーグ敗退。 天皇杯は、初戦で J3 の大分に敗れている。J1 連続5シーズン目。佐久間が監督を退任、後任に柏と新潟で監督をしていた、吉田だるまが就任、稲垣幸が広島へ移籍、福田健介、吉野春光、森田豪平、柴村直也、渡辺正樹、岡山にレンタル移籍していた、秋吉大介、イ、ビリーゼレスキー。 マルキーニョス・パラナが契約満了で退団した。新戦力は、仙台からウィルソン、山口から島川敏郎、水戸から兵頭秋広、アメリカミネイロからエデルリマを獲得、ガブリエルがレンタル遺跡で加入し、大卒3名が新加入し、若杉光樹がレンタル遺跡先より復帰、さらに昨年京都へ遺跡した、堀米勇樹が2年ぶりに完全遺跡で復帰した。 開幕直後の3月に、千葉から安倍昌平が約1年ぶりに復帰。さらに元オーストラリア代表のオリバー・ボザニッチを獲得。6月には、ジュニオール・バホスを獲得し、外国人枠の関係で、ガブリエルが登録抹消、8月には元、G 大阪のリンスを獲得し、外国人枠の関係で加入して2ヶ月のジュニオール・バホスが登録抹消、9月にはビリーを獲得し、 外国人枠の関係で、ウィルソンが登録抹消となった。前年課題となった守備については川田に代わり、抜擢された岡田伊勢の活躍などで改善されたもののウィルソンの不調や前年負傷したデツの回復が思わしくなかったため得点力不足は改善されず、また、新潟や広島、清水など残留争いをしているチームに連敗するなど取りこぼしが多かった。 途中加入のリンスの活躍で得点力の改善が見られたものの今度は肝心なところで逆転負けを喫するなどし最終節でベガルタ仙台に勝利したものの15位の清水も勝利したことで J2 降格が決定した。また2001年よりプレーしていた石原克也がこのシーズンを最後に現役引退した。6シーズンぶりに J2 で戦うことになり、 吉田監督は続投。ヘッドコーチには前、大宮 r d ャ監督の伊藤、明を招兵。上日の石原の他だたくま、保坂一世、土屋行こうといったベテランが相次いで契約満了により退団。また、黒木清人が長崎へ、郷道秋弘が清水へ移籍、兄里と寮も岩田へ移籍し、津雲 J2 の服を変え、レンタル移籍した。一方で、 J1 チームからオファーのあったリンスや川田明平は残留し、新潟から小塚和樹、新潟 S から秋山拓也、柏から湯沢正人、富山から久保田亮、湘南から地名を完全移籍で、札幌から元日本代表 FW の近縁映画をレンタルで獲得。勝ち点九十を目標に開幕を迎えたが、十一戦を終わり2勝五分四敗と十六位に低迷し一年での J1 復帰は愚か J3 リーグ降格すらシアに入る、事態に陥る。クラブは、第10節終了後に、吉田監督続投を確認したが、11節終了後の4月30日に、契約を解除、山口の元監督であった、上野信弘が監督に就任するも、第40節ミトホーリーホック2-2-0で敗れ、1年での J1 復帰はなくなった。リーグ戦こそは低迷したが、ルヴァンハイ、 天皇杯ともにベスト8の成績を残している。なお、シーズン終了後に上野は契約満了により退任。新監督にヘッドコーチの伊藤明が内部昇格し、ヘッドコーチには元監督の内田和夫が8年ぶりに復帰。安倍昇平、久保田亮、瀬戸高行、フジンフ、ジエゴ、リンスが退団。期限付きで加入していた高野亮が横浜 M へ、 清水公平が広島へ、期限満了に伴いそれぞれ復帰、移籍する。さらに、小塚川木と島川敏郎が大分へ、秋山拓也が徳島へ、同、淵良平が仙台へ、堀米雄希が千葉へ完全移籍する一方、福岡へ期限付き移籍していたドゥドゥが復帰し、近縁英学が完全移籍に移行。徳島から、元、J1 特典王のピーター宇鷹・ウタカ、 大宮から横谷茂、川崎 F から竹岡優と、名古屋から内田健太、金沢から小柳達二と、佐藤孝一、YS 横浜から後藤京介を完全移籍で獲得し、前年に契約満了となっていた田中助正と再契約。さらに、中山陸、宮崎純心の高卒ルーキー二人が入団し、シーズン途中ではあるあの、小泉隼人が、期限付き遺跡で加入し、 後藤、ジュニオールバーホス、入間川啓太が、期限付き移籍した。開幕戦は、引き分けるも、第9節のミ戸戦までチームは、開幕8戦負けなしとスタートダッシュに成功するが、夏場に2度の連敗を喫するなど失速。プレーオフ圏外に転落するも、けがら戦列復帰した、近縁映画が、途中出場で結果を残す活躍ぶりを発揮。大宮、山形、徳島、 京都など、昇格争いのライバルから勝ち点を奪い、終盤戦10試合を6勝3分けいっぱいと大きく、勝ち越し、リーグ戦を5位で終え J1 参入プレイオフに回る。プレイオフ1回戦では4位の徳島と対戦。同点決着となるが大会レギュレーションにより、敗退、J1 昇格を逃した。なお、この年限りで、松橋優と、小倉翔平が現役を引退した。 伊藤大成2年目。ヘッドコーチに渋谷博樹が復帰し、内田をコーチに配置転換。松橋と小倉が引退し、リマ、横谷茂、竹岡優斗、佐藤光一、田中助政らベテラン選手が契約満了で退団すると、首相を務めていた小出裕太と佐藤和弘が大分へ、ピーター・ウタかと曽根田城が京都へ、湯沢正人が服を変え、 森高太が山口へ完全移籍した。また、バホスト入間川が、期限付き遺跡から復帰すると、横浜 M から泉沢一志、岡山から武田昌平、大宮から山田陸を期限付き遺跡で、福岡から松田地から、鳥栖から藤田雄人、FC 東京から野沢秀幸、フィゲー連製 FC から、元大宮のラファエルに加え、中村良太郎。 中塩大輝の二人の大卒ルーキーが加入。チームメンバーの若返りが進んだ。また、中断期間には、キャンプに練習生として参加していたハーフナーマイクが8年ぶりに復帰。夏場には、元栃木のメンデスを獲得した。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2月の開幕戦以降、リーグ戦が中断。再開後、大会レギュレーションの変更により、 プレーオフ実施が見送られ、2チームが自動昇格となった。また、中2日での5連戦が6ヶ月続く、超過密日程でチームは積極的なターンオーバーを採用。しかし、最終成績は4位で J1 昇格を逃し、この年限りで藤田が現役を引退した。伊藤大成3年目。コーチにクラブ OB で U-15 監督の大勝が就任し、 内田はユーマイナス1 8監督に就任。外国人選手は途中加入のメンデスを除き、チーム得点王のドゥグトラファイルが退団し、新たにウィリアン・リラとパウロ・バイヤーの加入が内定。バホスについては契約を更新しない方針であることが明らかになっている。日本人選手では、金縁映画橋爪勇気入間川啓太、後藤京介、岡大生ハーフナーが、 契約満了で退団、武田翔平が、期限付き移籍期間満了に伴い、京都へ、今津祐太が広島へ、大田修介が町田へ、中塩大輝が横浜 FC へ、松田力が新大阪へ、内田健太が愛媛へ完全移籍した。新たに、菅栄大、長谷川元気、関口正宏、野沢陸、鳥海義樹の5人の大卒ルーキーが入団。補強では、 紀元月遺跡中の泉沢一志と山田陸野に選手が完全遺跡に移行。さらに、大分から三平和氏、愛媛から有田光、月、清水から金井光、つ岐阜からジャタン志高、長野から浦上人志を完全遺跡で、広島からの津田武人を紀元月遺跡で獲得した。2000年の甲府は、第4節の仙台戦の勝利を最後に連敗を続け、 第33節の新潟戦に勝利するまで26戦勝利から遠ざかっていた。このうち引き分けたのが第11節の突戦のみであり、残りの25戦はすべて負けていたことから、当時の連敗カウントは25連敗であった。その後、連勝、連敗は引き分けを挟まないというルールに改定され、過去の記録もこれが適用されたことから現在は、 6連敗の後1分けを挟み19連敗となっている。19連敗に減ったとはいえ、この記録は J2 は、もちろんのこと J リーグ全体を見ても1996年に京都が記録した17連敗を上回る記録である。また、第4節が3月30日、第33節が9月15日開催であったことから実に5ヶ月半勝利から遠ざかっていたことになる。 その後未勝利記録は2003年にサガントスが更新したが連敗記録は現在も破られていない。2012年の甲府は第18節の千葉戦を最後に1校シーズン終了まで24試合負けることがなかった。これまでの記録は2010年に柏が記録した19試合連続無敗であり、甲府はこの記録を5試合上回ることになる。 無敗記録中の成績は16勝8分であり、うち12試合が1点差勝利である。さらに32節、35節、36節の3試合は後半ロスタイムで逆転勝利を挙げるなど接戦には非常に強かった。なお、上日の通り19連敗の記録は保持されていることから、甲府は J2 における連敗記録と無敗記録という両方の記録を持つことになった。 1999年の J リーグ参入以来、2011年に至るまで開幕戦に勝てないジンクスがあった。参入初戦のオーミアールディージャ戦以来開幕戦4、連敗で、初勝日地点は2003年のサガントス戦である。2011年までの成績は5分8敗で、2011年の時点で開幕戦未勝利は2009年以前に J リーグへ参入した36チームの中では、 唯一の記録であった。また、2戦目勝利及びホーム開幕戦勝利も11年目の2009年に、ようやく達成、第3節コンサドーレ札幌するなど開幕当初は、調子が上がらないことが多い。参入14年目となる2012年開幕戦の、栃木 SC 戦で2-1と、j 参入後初勝利を挙げ、同時に未勝利記録は13でストップした。 なお、J1 では2016年開幕戦のビッセル神戸戦に2から0で勝利し、7シーズン目で初勝利を挙げている。最多得点試合最多失点試合最多連勝記録、最多連敗記録通算最多出場者通算は、リーグ戦とカップ戦のみ。プレシーズンマッチ、引退試合、練習試合などは省略する。通算出場試合上位 J リーグの J1J2、リーグ戦のみ。 太とじは2021年開幕時点での在籍選手。記録は2015年シーズン終了時点。通算最多得点最多連続得点試合シーズン、最多得点通算チーム得点上位2014、シーズン終了時点。得点数はリーグ戦のみ。年度別チーム得点王、ハットトリック記念ゴールチームタイトル及び、個人別タイトルはリーグ戦及びカップ戦のみ記載。 2013年 J1 第14節バンフォーレ交付、VS 浦和レッズ線の2箇所を候補地とする旨の報告書が提出された。2017年7月27日に山梨県は山梨県古瀬スポーツ公園の南側の第3駐車場部分を建設場所に決定したと発表した。バンフォーレ甲府のアカデミーには直轄として U-18、U-15、U U-12 の3世代にチームがあり、その他1チームと提携を行っている。主要練習場は南アルプス市にある八高戦時期グラウンド。J リーグクラブライセンス制度では U-18,U-15,U-12,U-10 の4世代にチームを設けることが A 等級基準となっている。ただし U-12 及び u ス十は定期的に サッカースクールを行うことで代替可能としており、U-10 世代は甲府市、南アルプス市、山梨市、西桂町にてサッカースクールを行うことで基準をクリアしている。設立はトップチームが J リーグ参入してから2年後の2001年。U-12 が設立される前の2009年まではバンフォーレ甲府ユースの名前であった。2007年に 県リーグを勝ち上がり、プリンスリーグ関東2部へ参入したが、1年で県リーグへ降格。2014年に参入決定戦を勝ち上がり、2015万2016年には、プリンスリーグ関東に参入していた。クラブユース選手権は、関東予選の壁を破れずにいたが2010年に、初めて全国大会に出場。さらに2013年には、予選リーグを突破し、 決勝トーナメントに進出。2015年は、プレミアウエストノビッセル神戸 U-18 を、破りベスト8まで進出している。出身者はバンフォーレ甲府の選手一覧、アカデミー出身者を参照のこと。山梨県 A パート、山梨県 A リーグは、山梨県一部相当。設立は、J リーグ参入者年度である1999年。 U-12 が設立される前の2009年までは、バンフォーレ甲府ジュニアユースの名前であった。U-12 については2009年までチームを結成していなかったが、全体の底上げを図る目的のため2010年に結成された。U-12 世代の育成は常日のサッカースクールでも行っているが、U-12 チームは、 それとは別に選考会を行い選抜されている。また、スペインから指導者を招くなど、重点的に指導を行っている。そのため結成から間もない状態でも、全国大会に出場し、2016年のダノンネーションズカップインジャパンでは、優勝を飾っている。U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ2016。 では、マンチェスターシティ FC や FC バルセロナの U-12 と対戦している。また、世界大会であるダノンネーションズカップでは予選ブロックを1位で通過するとフランス、アルゼンチン、スペインといった競合国相手に勝ち上がり決勝に進出した。決勝ではドイツ相手に PK 戦で敗れたものの世界レベルの競合チーム相手に前戦している。 2010年に北都市にある U-15 及び U-12 のサッカーチーム八ヶ岳グランデフットボールクラブと業務提携を締結し2011年よりバンフォーレ八ヶ岳として活動していた2017年をもって業務提携を解消しチーム名もグランデアメージングアカデミーとなっているバンフォーレ交付の決算は次の通り出典 各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、金額の単位、100万円人件費は、事業費に含まれる。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014、2015、金額の単位、100万円出展、各年度の J クラブ決算一覧。 2016、2017、2018、2019、金額の単位、100万円出店、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、金額の単位。 100万円、ありがとうございます。